地球を笑顔にするウィーク。年間472万トン。一体何の数字だと思いますか？これは食べられるのに廃棄されている食品、フードロスの量。1人当たりおよそ38キロも捨てているのです。そんなフードロスを少しでも減らすため、あるユニークな取り組みが。この状態でいいのかな？飲食店でお客さんが写真をパチリ。これがフードロス削減につながるといいます。こまめ撮りでペロリ写真チャレンジというのをやっておりまして、フードロス削減へ驚きの秘策に迫ります。フューチャース、未来のために。社会問題となっているフードロス。年間に発生する472万トンのうち半分は外食での食べ残しや商品の売れ残り。そこで店側の対策も求められています。このフードロス削減を重要課題にしているのが、国内外におよそ3000店舗を展開するすかいらーくホールディングスです。2030年に向けてフードロス削減の目標を抱えてまして、2018年対比で約 50% の削減を目指すという目標がございます。目標を達成するために食材の切り方を見直し、廃棄部分を削減。また、食べきれなかった料理の持ち帰りを推奨するなどをしてきました。さらにグループのレストランしゃぶ葉は食べ放題のお店で、食材の持ち帰りができないため、食べ残し削減につながるある企画を始めました。こまめに食材を取っていただくことで、ご自身のお腹にも優しくて、結果食べ残しをせずにきれいに食べきることで地球にも優しいというようなプロジェクトとして考えてます。食べきれる量だけを取ってもらうこまめ取りプロジェクト。利用者は残さず食べ終えたらテーブルの写真を撮影。会計時に見せれば次回使えるドリンクバーのクーポンがもらえるのです。残さないで食べて、なおかつそれでクーポンもらえるんだったらね、いいかなって。でも残さないで食べなさいっていうのはやっぱりね、日々言ってることなんで、それで意識するようになればいいなとは思いますね。提供する側、食べる側が一緒になってフードロス削減へ。美味しく楽しくできる対策を皆さんも始めませんか？